おはようございます。寝起きドッキリ、田舎バックパッカーハウスでのスリープスタイルですね、皆さんにご紹介したいと思います。どのように寝ているかと言いますと、このようにですね、玄関がございます。行ってみましょう。邪魔しまーす。まず下段下ね、ここに布団を敷きました。これが僕のベッドスペースですね。そして上段ドゥレンバンクベッドの方、このような感じで子供2人と妻3人が寝ております。まあ窮屈っちゃ窮屈なんですが、十分なスペースがあるのでここで寝ています。でモビゴンね、以前ご紹介しましたが、クーラーがついているのでクーラーをつけて寝ることはできるんですが、のと穴水ライフ、非常に涼しい日が続いてますね。なのでこちらサーキュレーターを回すことで十分、下からベッドを見上げると恐怖映像です、恐怖映像です。こんな感じでですね、非常に快適に広い空間を使って車中泊ができます。妻の目覚ましが鳴りました。起きろ、朝だ朝だ、起きろ。下から撮っちゃうブスコちゃん、ブスコちゃん、ブスコちゃん。さて本日のランチタイムもお手伝いは小鳥さんです。と危なっかしい手つき、気をつけてくださいよ。家庭科では料理を習ってますか、小鳥さん。茹でるだけ。茹でるだけ、それはお前茹でだこだ。本日も天気が悪いのでお仕事タイムです。私も動画編集を進めております。子供たちは読書という名の漫画タイムです。さあこの古民家暮らし、田舎バックパッカーハウス、ここでの生活もあと2日です、はい、あっという間、あっという間だね、うん、もう我が家のように慣れ親しんで暮らしています田舎バックパッカーハウス。ここでの生活も残り2日全力で楽しみたいと思います。 Here we go。 さて小鳥さん、はい、いきなり今日ね、急遽車中泊しに行くことにしました。イエーイイエーイ。なんとこの間気に入ったね、あのビーチ、琴ヶ浜ビーチでね、車中泊がしたいので急遽そこへ向かいたいと思います。残りの穴水ライフ思いっきり楽しんでいこうぜ。イエーイイエーイ。 Here we go。 今日はなんと母ちゃんがモビゴンを運転しております。また来てしまいました。日本海、 I love 日本海。なんと幸運にも晴れたぜ。罪は頭から突っ込んでいいよ、俺の隣に。運転どうだった？景色よりね、幅がない分はすごいですよ。そうでしょう。さあ今夜のディナー、こちらがディナー会場となっております。なんということでしょう、この景色。小鳥さんが今ディナーをセッティングしてくれています。そしてこの景色を見ながらのディナータイム、プライスレス。なんて贅沢な食卓、なんか最高だね。コンビニの弁当が豪華なディナーに大変身。すっげえいいね、沖縄にいるみたい、うん。すごいね。
また帽子取られてさてさて、モビゴン照明をつけたので、いつでも寝れるようにベッドルームはメイクされております。そしてその隣ではみんなそれぞれ過ごしております。父ちゃんは動画編集やってます。ギリギリ。さーて、モビゴンに戻ってまいりました。時刻はもう10時。今日もね、のんびり海ビーチで車中泊過ごしております。もうほんとこのキャンピングカーがあるっていう車中泊スタイルやめられないかもしれません。そして今夜涼しいのでエアコンいらないです。このまま寝れます。さあ、全員集合しました。モビゴン車内です。明日は波の調子が良ければサーフィン、もしそうじゃなければ子供たちは勉強、そして大人たちは仕事。いいですか？はい。はい、それをオンザビーチで、やってみたいと思います。これが天然パーマが提唱するワークスタイル。人生楽しんだもん勝ち。グッバイ。朝です。おはようございます。今日の寝床はここ。おはよう。最高の朝ですな。ちょっと小さすぎますね。ノーサーフです。まあ今日はこの環境で目を覚ますことができたこと自体に感謝します。最高の朝を迎えました。おいみんな、気持ちのいい朝だよ。起きろー。葵さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日の景色どうですか？このロケーションでの目覚め。目を開けてそれよりカルピスウォーター。 Good morning。 Good morning。 朝ごはんです。小鳥さん、能登の海最後だから一緒に入ろうよ。いいの？そっか、バイ。おっと、母ちゃん一人で言葉浜貸し切りじゃん。贅沢。言葉浜、今日貸し切りです。僕ら家族だけで海で遊んでます。やっほー。あ、おいで。おい、来た。大きいの来てるよ。水きれいだね。こんな綺麗な海を俺たちだけで貸し切りだぜ。青さん、サーフやります？ここがリーフポイントなのでちょいちょい岩が出てます。気をつけないと足切っちゃいます。へい。青、岩登り行こうぜ。本当に登れんの？青い、めっちゃ怖いぜ。よし、行ってみよう。はい、お願いします。いけるかな。
よいしょ。うわぁ。来たぞ。チカチカ光ってる。OK。うわぁ、やばいよ、これ。気をつけろよ。うわぁ、すごいね、君。うわぁ、なんと、こっち側には、わあ、やったー。俺たちだけのものだ、この景色。ギザギザな岩。すごいね。今、南のうねりが入ってきてるので、こっちから、こっち側のビーチも割れてるみたい。うわあ、すげえな。金玉の裏側がじわーってくるぐらいドキドキする。しかし綺麗な海だな。うわー、断崖絶壁。よし、あ、ここから飛び込めよ。飛び込めよ。いやー、すごい。さて、12時を過ぎました。朝一、ここでみんなで海で遊んでサーフィンして、その後モビゴンに戻って仕事をして、いいルーティン踏めました。ここからまた能登穴水の方にね戻っていきたいと思います。今日が能登を観光したり遊んだりできる最後の日です。明日はもう能登を出発するので、今日の午後もねちょっとお仕事もあるのですが、観光も合わせて最後の最後まで思いっきり楽しんでいきたいと思います。いい車中泊でした。ワンライフ。よし、行くぞ。女子チーム、男子チームはおいだ。よし、おい、行くぞ。ヘムイゴー、ボーン、ウーフー、来るよー、多分ね。あ、どうだった、楽しかった、ここ。うん、朝の海が気持ちよかったね。誰もいない。誰もね、俺たち貸し切り。また行こうぜ。イエー。これはトトロ岩です。耳が2つあります。タラララタッタラタッタラ、目ついてる。本当だ。海や景色、岩いっぱい、ゴツゴツ。道の駅赤神っていうのかな。ランチはここで食べることにしました。めっちゃ美味しそうなランチに期待したい。この名物はこれ、バイクカレー。バイクカレー、なるほど、二輪っぽい。キン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 、おいしい。おにぎりおいしそう。おにぎり、新米の干し柿。ねえ、すごいいい香りが、その海苔も。小鳥さんはハンバーグ。あ、この小鉢とかおいしそう、ナスの。あげようか。欲しい。あげる。ありがとう。焼きそば。いただきまーす。はい。フグの唐揚げ。みんなで食べよう、一個ずつ。いただきまーす。いただきます。うん。うん、おいしい。脂乗ってておいしい。フグ、うん、の唐揚げ食べていいよ。おいしい。うん。あ、すげえおいしいよ、フグの唐揚げ。母ちゃんも食べて。ごちそうさまでした。大満足。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おいしかったです。ごちそうさまでした。メッセージボード、油性で書いてボードがいっぱいになったら写真を撮って、過去の メッセージは QR コードからウェブで見れるそうです。なるほど、よく考えられてる。到着しました。なんていい景色なんだ。神の美の湯よ。海が一望できる高台の上にある変わったオブジェのある神の美の湯。
天然ラドン温泉ですよ、妻。いいですね。行ってみましょう。美人になりそう。あらあらって何？美人になれるの？なる。イエス。期待しないでいきましょう。天然ラドン温泉、神の美の湯。Here we come。なんか売ってるよ。お茶、しそ、梅干し、ゆかり、ゆかりふりかけ、これ買っていこう、帰り。めっちゃ安い、80円だって。ではごゆっくり。行くよ。なんでやってんのお前。神の美の湯、お風呂から海が一望できました。最高ね。え小鳥さん、いいお風呂だったね。よし、次写真。小鳥さん、はい、葵さん、はい、本当にごめんなさい、はい、何が起きたかと言いますと、コンビニの駐車場なんですが、父ちゃんの不注意でエースケとモビゴンがぶつかってしまいました。カーステの大事な大事なモビゴンをぶつけてしまいました。 120% 父ちゃんの注意でした。すいません、本当にすいません。小鳥さん、助手席に乗ってて怖い思いさせてごめんなさい。葵、はいはい、せっかくの旅の最後の最後に父ちゃんどじっちゃってごめんなさい。はい。そして母ちゃん、旅の最後にえらいことしてしまってごめんなさい。はい。深く反省してます。カーステイの皆さん、大事なモビゴンを傷つけてしまって本当に申し訳ありませんでした。じゃがじゃーん、この立派なかぼちゃを見てください。ちょっと日焼けはしてますが、先ほど試食しましたが甘くて美味しいかぼちゃなんですけども、なんと田舎バックパッカーハウスのご近所さんが帰る時に手土産にプレゼントしてくれました。もう本当このノトバンライフでは、実は2週間、まあ長くここに滞在したこともあって、ご近所の方々に本当によくしていただいたっていうね、2週間でした。ノトの皆さん、ありがとうございました。また必ず遊びに来ます。ぜひその時もいろいろご馳走してください。最後の晩餐、みんなで焼きます。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 ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい。俺の子育てのキーワードだわそれ。じゃあ改めまして、まずはやってしまいましたね。はい、謝罪から。今回は大変申し訳ございませんでした。はいはい。今日はノット最終日です、ね、ファイナルナイトで、ちょっとねお出かけしていた先で帰ってくる途中に、モビゴンをエースケがぶつけてしまうというビッグハプニングが起きまして、反省してるいつさん。いやー、電話もらった時ですね。やっちゃったと思います。そうですね、ちょっと同じ気持ちもらって。そうですね。なんでまあ一切関係ない育さんにも同席いただいて、うん、真ん中でしかも一番に謝罪していただきたいなと思う。広報として、広報として、カーステイさんのね看板車を私たち今回のプロジェクトで、サポートいただいてるにもかかわらず、ちょっと私の不注意と、あの中川の不注意でぶつけてしまったのが、しかもコンビニの駐車場っていうところで、ちょっとね、気を抜いてしまって、私が油断してしまってですね、ちょっとぶつけてしまうという事故を起こしてしまい、本当はここから1週間、バンライフ、あの、車中泊の旅をしながら地元に戻るっていうプランだったんですけども、急遽、今夜をノノトライフを最後に、今回の旅は終了することになりました。まあ
全責任は中川一馬の方にございますので、クレームがある場合はこちらへ。能登の責任者。能登の事故は能登の人に次なす。はい。幸い怪我人なんかも全くなく、本当にごっつん事故なんですけども、つんの割には結構ねビッグダメージ。窓ガラスが割れてしまうっていうことが起きてしまいまして、できます。自走もできるのでこのまま自分たちで運転して一旦。地元まで帰るってとこまではコンプリートさせようかなと。ちょっと1週間短くなっちゃったんだけども、で最後にね、もう一度謝罪をして終わりにしたいと思います、はい、この度はご迷惑をおかけしてしまい、しました誠に申し訳ございません。ありがとうございました。ありがとうございましたじゃない。Dude, that father is 10 men permed!